はい、こんにちは、笹笹です。ではここからスタートしていきます。あ、やっぱりなんか岩っぽいな。うわ、なんか危険な匂いが超するんですけど、ヘルパー大丈夫か。あ、意外と大丈夫だ。あ、何、なヘルパー壁通り抜けたけど、なんか俺見てるだけでいいの。見てて超虚しくなってきたんだけど。まあいいよ。あ、なんか思い出したかも。ここ中ボスばっかり出てくんじゃなかったっけ。あなたはまだ、俺はまだ忍者になれないんだよ。あ、マキシムトマトだ。なんかカビオスって名前なんですね、この星は。ちょっと迷子になりそうだな、ここ。お、うまい具合にこう交代するね。あ、いた。あ、ここさっきのとこだ。戻ってきちゃった。痛い。お、味方だった。義務にしとこ、身を守ることを最優先と言いつつ、うーそ、やっちまいました。ごめんなさい。こいつに出てきてもらって、おお、危ない。なんかいいのないかな。いいの。こっちは？さっき来たっけ？来てないね。お、やった、ボムじゃないか。あげるよ。あ、何してんの？あ、あ、取っちゃった。いっか、取っちゃっても。なんか今までのところを見てる限りでは、あ、こっちの、なんだろうな、どこ行きゃいいんだろう。ここ行ってみようか。ウォーカースだ。
しゃよいしゃ。おお、ハンマーもゲットした。やったね、食い放題だ。本当中ボスのオンパレードだな。あ、君の反応速度が異常すぎる。あ、ここさっき上に上がってこようとしたところだな。で、他の中ボスは特になんかメリットがありそうな感じがなかったので、このまま先に進みたいと思います。スープレックスにしとこうかな。あ、時間のロスだ。わあ、スープレックスが出てきた。俺も今まで爆弾で応戦するぜ。うわ、はい、うん、結構集まってきたんじゃない。あと残りここと2つだから 1,2,3,4,5、 1個ずつあるか2個ずつあるか、3個ずつは、3個ずつじゃないな。あ、3個ずつの可能性もあるのか。ここがもうこれしかなかったら、なんだこれ、この露骨な感じ。あ、水が溢れてくるな。スイッチどこだろう。あった、ストーンゲット。そうか、ストーンがなかった。そしてワンアップ取って、無敵で、お団子をついでに食べる。あー、口移ししなくていいから。よいしょ。あれ、こっちじゃな、こっちじゃなかった。なんつう無敵の無駄遣い。あ、ストーンでない方がいいな。そうだ、うわ、ああいう恐ろしいことをしてほしくないな。マキシムトマトがあるじゃないか。あ、そうだ、入れないんだよね君。ここは、あ、あのでかいやつか。スープレックスじゃ不利だね。ボムだね。で、俺は どうしようかな。カイエンでもなっとこうかな。なんかあんま役に立たなそう。あ、いた、当たっちゃった。
なんかまた喋るの忘れてたな。あのでかいやつデデデの顔に似てるな。デデデの先祖かな。さてもう一個いっちゃいましょうか。機械の星かな。あと2個3個かな。ちょっと微妙に使いづらいな、ここ、こいつ。なんかある？うわ、落ちる。あ、こっちじゃない。危ない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 。うう、お、危ない。ちょっと仕事してちょうだい。なさすぎて、なんか逆、あー、バカ。途中までうまくいってたじゃないか。あ、ここはヨーヨーかな。うわ、だか。ちょっとなあ、途中で降りたりとかしないでほしい。ヨーヨーゲッツ。ヨーヨーは結構いい感じに使えるな。いや、カッターにしとこうかな。シュー。さて、ついはヘルパーには。いや、これむずいね。あちゃ、もう罠だらけ。よし、ようやく罠が解除できた。うわあ、危ない危ない、死ぬかと思った。さて、おにぎりとチョコバーを食べて。で、ここの下に。おっしゃ。
なんかいい、うまい具合にあるもんだな。あるもんだなっていうか、よく作ってある。そして必要なやつがここにいない。あれ？もしかして下にもスイッチある？ちょっとちょっとちょっと、あ、違った。ここはスープレックスで行こうかな。成功。反対側？マキシムトマトだけど MP が足りないじゃないや。あ、また中ボス？モノビーム。貯めるならしっかり貯めてよ。おお、いきなりマキシムだ。おにぎりだよ。そうだよね、マキシム取っちゃったもんな。ここもおにぎりだね。反対側。あれ？おにぎりばっかりじゃん。ちょっと待って、回復した方がいいね。で、俺はビーム、あ、ビームになるっつってホイールになっちゃった。送る方向間違えた。よし、乗って。次のフロア、ここには何が待っている。お団子が待っていた。さて、こちらは。もうちょっと慎重になった方がいい。終わった、だドカーン。あ、これボスじゃない？でも見てないところがまだある。にー、ごめんなさい、下打ちしちゃった今。ここは、おお、プラズマだ。これなとけ。あ、なっとけと言いつつ解除しちゃった。あー、ごめん。で、俺はヨーヨーなとこ。よし、エレベーター上がってきた。あ、ここは何もないや。よし、ボスだ、行こう。で、俺もプラズマなとこかな。ガードでのダメージを受けよう。よし、いい調子、いい調子。ペイントやってもいいんですけどね。やったらやったで
なんつうんですか、あの攻撃パターンが狂うんで非常にやりにくくなるんですよね。面白いんですけど、めちゃくちゃになるので、こっち向にか、こっち側にカービィがいるのに逆向いちゃうみたいな。さて、じゃあ次はこちらですね。そしたら一旦ここで区切りましょうか。ではどうもご視聴ありがとうございました。さささでした。それでは失礼します。